こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは三洋食品ファミマル中華そば一力監修豚骨鶏ガラ醤油味になります。ご当地麺で割とその豚骨醤油っていうのはあるあるで、他のご当地麺との味わいがどれだけ似てんのかなみたいなところはちょっとあるんですけど、懸念として紅生姜って面白い取り合わせですね。鶴ヶで頑張ってらっしゃる老舗さんの監修ということで楽しみにしております。よろしくお願いいたします。いただきます。今更で恐縮ですが、北陸新幹線敦賀延伸おめでとうございます。三洋食品ファミマル中華そば一力監修豚骨鶏ガラ醤油味でございます。はい、それではまずは一口。いくつかの要素が絡み合った匂いがします。おそらくはその豚骨鶏ガラ醤油っていうところが混ざってるんでしょうね。これ透き通ってますよ。この透明感、ノンフライならではですね。美味しい。麺が、質感があって、質量があるものが口の中に入ったっていう確かな実感があります、この麺。うん、美味しい美味しい。噛むとね、ちょっとポヨンポヨンしてますよ。弾力系ですね。美味しいです。ああ、紅生姜が効いてるんですかね。普通の鶏ガラとか豚骨とか、あ、でも鶏ガラするわ。鶏ガラの味も豚骨の味もします。醤油の味もしますが、これ多分紅生姜パワーですね。全然味わいが違う。ちょっとスキッとピリッとした感じです。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな商品のポイント、はい、まずは福井県敦賀市の人気店、中華そば一力監修の豚骨鶏ガラ醤油ラーメン。なかなか既存のものとは違います、味わいが。うん、新しい、嬉しいです。はい、次、濃い口薄口の醤油に黒胡椒のピリッとした辛み。あー、紅生姜だけじゃないんだ、黒胡椒くんがいるんだ。なるほど、憎いね。はい、次、別添えの紅生姜を加えることで中華そば一力の味わいを再現。これ本当にね、すっきりシャッキリピリッとしてますよ。素晴らしい。世にある鶏ガラとかとはちょっと違います。はい、ということ、おしゃべりしながらやってます。いやー、美味しい美味しい。うん、あれ、これ限定本当に、美味しいな。みんな限定になっちゃうね、困っちゃうね。ポヨンポヨンした味わいに濁りがない、雑味が少ない麺がしっかり質量を持って口の中に入ってくる感じです。それを噛んでポヨンポヨンした反応を楽しむ。噛むのがとっても楽しい。うん、喉越しもいいですよ。噛んでても粘ってくれるんです、この麺。素晴らしい。ごめんなさい、いつもの通りでしっかり噛もうと思ってたんですけど、しっかり噛まなくても美味しかったんで途中でやめちゃいました。しっかり噛んでいきます。噛んでると徐々に徐々にいなくなっていくんですけれども、いなくなっていく過程でもプリプリ感を失わないタイプ。美味しい。うん、
麺、小麦粉、国内製造、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、粉末卵だそうでございます。シンプルシンプル。うん。シンプルシンプル。このプリプリ感いいですね。じゃあ、スープをじっくり飲んでみます。いや、面白いこれ。味が。既存のものと全く違う。この紅生姜パワー、やっぱりこの下の中心にちょっと酸味がある。この酸味がね。今まであったもののバランスがちょっと違う上に、この酸味が目立つんで、他のタイプのラーメンとは違う味わいですね。はい、それではこの商品の概要については動画の説明欄で、気になるところをトークで補足します。この商品製造は三洋食品さんの製造所固有技法タス A 太平食品工業さんの本社工場になります。こちら太平食品工業さんの本社工場と申しますと、三洋食品さんの花形ブランド名店の味、こちらをずっと作り続けている工場ですね。かつおそらく三洋食品さん傘下の自社工場および協力企業、これを全部合わせた中で丼型のノンフライが作れるのはこの太平食品工業さんの本社工場だけだと思います。他で見たことない。ブランドはファミマルさんですね。2021年10月の立ち上げの時期、ちょっと僕あれと思った時期もあったんですけど、最近のファミマルさん外れないですね。もう美味しいもんばっかり出してくれてます。はい、素晴らしい。うん、今後もファミマルさん追いかけます。種類はラーメン、発売日は2024年の3月の12日、価格は297円。これをどう見るかなんですけど、先ほどお話をした三洋食品さんの花形ブランド名店の味、こちらと比較しますと、純連さんと桂花さんは268円、なのでこっちの方が高い。天下一品さんは330円なので、こちらの方がお安いということになります。どうでしょう、これをどう捉えるかは人それぞれ。コラボは中華そば一力さん、後ほどお話をします。ご当地は福井県敦賀市の敦賀ラーメンということで、僕以前47都道府県をカップ麺でめくってみたいんですよっていうお話をして、福井県がなかなかないんで、ラーメン岩本屋さんで福井県発祥ということで福井県カウントしますっていうことを知ったんですけども、多少強引に今回は堂々と福井県の敦賀ラーメンご当地ラーメンでございます、はい、ありがとうございます。麺種別はノンフライ麺。内容量は 116g、麺 70g。エネルギーは 366kcal。三大栄養素、それから食塩相当量を確認してみますと、豚骨成分があるのに脂質が 8.8 っていうのはかなり低いですね。この商品の場合は 20g 超えでもおかしくないんですけど、8.8 は少ないですね。はい。それから食塩相当量 6.6。うん、これなかなか高いです。はい。塩分気をつけている方はご注意ください。ということで、この商品の概要でございました。具材はですね、順番に参ります。こちらが1枚しか入ってないですね。チャーシュー。味自体はそんな強くない。噛むと割と食感がちゃんとしている。食感を楽しむ系ですね。噛むのを楽しむ系。あとこれかな？これ多分メンマですね。噛み応えしっかりカリカリしております。うん。ガッチャ。あとは、ネギとか細かいのですかね。火薬、紅生姜、チャーシュー、メンマ、胡椒、ネギ。あ、そうですね。細かいの僕は多いですね。紅生姜は割愛します。はい。あ、さっきスープの原材料読んでないので、ここでスープの原材料行きましょう。醤油、ポークエキス、チキンエキス、糖類、鰹節調味料、豚脂、昆布エキス。大体美味しいのって昆布エキス入ってますね。はい。植物油脂、野菜ペースト、食塩、鶏脂、鶏の油ですね。蜂蜜、あ、来た。あれ前なんかにも入ってたぞ、蜂蜜。ちょっと覚えてないな。後で探します。はい。タンパク化水分解物、生姜調味料、香辛料、以上でございます。蜂蜜なんかに入ってたな。まあいいや。はい。いや、美味しい。美味しいです。美味しいです。はい。また食べたくなります。うん。また食べたくなるタイプです。他の同じような商品っていうのはなかなかないタイプ。味の組み合わせが、舌で感じる紅生姜のピリピリ感とか、鶏ガラ豚骨醤油のバランスとか、他にない感じ。だから、欲しくなったらリピートしたいですね、これね。はい、それではここで中華そば一力さんのお話。先頃北陸新幹線の延伸で話題になりました福井県敦賀市、こちらにお店を構えるラーメンつけ麺のみならずヤムチャ天津のお店です。福井県のグルメと申しますと、ごめんなさい僕存じ上げなかったんですけれども、ソースカツ丼が有名らしいですね。それから土地柄海鮮、あるいは越前そば、こういう名物がある中で、ラーメンの世界ですと敦賀ラーメンということで、一力さんはこの敦賀ラーメンを提供されています。
一部の情報によりますと、今のお店の開店は1977年ということですから、間もなく開店50周年ということになりますね。屋台は1958年創業ということですので、屋台の頃も合わせますと、都合70年を超える非常に歴史がある老舗さんということですね。鶴ヶラーメンをちょっと調べましたところ、太平洋戦争の後、少し時間が経ってから鶴ヶに広まった、少し濁った豚骨醤油スープに、中細ストレート麺を合わせるご当地麺だということですね。2000年以降、お店はちょっと減少傾向にあるようですけれども、まだまだお店の方々、屋台の方々、頑張っておられるということを聞いております。お店のお品書きを拝見しますと、実にバラエティに富んでまして、今これテロップで、中華そば各種って言って出してるものの中にも、大盛りなんかっていうオプションをつけたものをちょっとカウントせずに9種類ありましてね。中華そば、チャーシュー麺、ワンタン麺、ニンニク麺、もやしそば、などなど。僕が個人的にメニューの中に見つけた名前で惹かれてるのが、一力オールスター麺。これちょっとワードで惹かれてて、機会があってお店にお伺いできたら、ぜひいただいてみたいな。それからこの商品で別添えであったように、紅生姜。これもお店の方ではちゃんと提供されるんだそうです。口コミを拝見してますと、まあ様々いろんなご意見があったんですけれども、コスパやタイパを求める方々というよりは、いろんなラーメンと向き合うことに時間とか手間とか労力というのを惜しまない人々、ラーメン好きの方や食通の方々という人たちに向いているお店なのかなという印象を受けております。北陸新幹線で敦賀に遊びに行く機会があったらちょっとチェックしておきたいですね。一力オールスター麺、はい、ということで一力さんのお話でございました。これはね、本当にね、割と鶏ガラが強い後ろに豚骨と醤油がいて、だから普通の、豚骨醤油とかとバランスが違うんですけど、そこに紅生姜が乗っかってくるんだよ。ほんと独特ですね、これ。これはちょっとね、欲しくなるタイミングって必ず来ると思うんですけど、その時に売ってないとこれ、悶絶物です。どうすりゃいいんだ、この欲求みたいな。ちょっと困っちゃうかもしれないです。ぜひ通年をご検討いただければ。はい。はい、残りこれだけになりましたので、聞いていただきます。うん、まとまって黒胡椒が飛び込んできました。でもこれかき混ぜてもそんなに存在感はないくらいの量じゃないかなと思うんですけど、これも最後の頃になかなかオイルがね、結構強くなってきましたよ。豚脂と鶏脂ですかね。いや、美味しかった。これ隙がないっすわ。美味しいです。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。リスペクトタイムです。今回は三洋食品ファミマル中華そば一力監修豚骨鶏ガラ醤油味いただきました。素晴らしい。麺はもうほんと個人的な話申し訳ないんですけど、透明感があって透き通っててね、噛むとプリプリ感があって、で噛んでってもこうプリプリが砕けていくっていう、溶けていくんじゃなくてプリプリが砕けていくっていう、非常に僕好みの麺で大変美味しかった。で、実食でも何度も言いましたけれども、鶏ガラがメインになって、それを豚骨、醤油が支える形。ちょっと他のラーメンとはバランスが違う味わいで、そこにさらに紅生姜がポンと乗っかってるんで、本当にこれ唯一無二と言いますかね。もうこのラーメンでしか食べたことないですね、この感じは。また多分欲しくなっちゃうと思うんですけど、どうなんですかね。どうやれば手に入るんですか、これ。わかんない。ぜひもう一度出していただければな。できれば通年化していただければなんて思いますけれども、はい、ご検討いただければ。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。